さて今からね、参りますのは日本で最高に美しい石室に、ね、行きますからね。さてどこでしょう。石室だけでそうやな3、400もあったかね。それで最高最高やね、見た中でね。これが文殊二次古墳ですね。古墳の規模はそんなに大きくないんですけどね、25メーターぐらいあるかね。霊峰館、浮見堂。さて今日は鯉おるかね。おお、おるおる、いっぱい鯉おるんですよ。これみんな餌あげてくれてんねやろ。まあよくおるやんか、すごい数や。はい、鯉を見とるわけじゃない、鯉を。はい、ここでやぞ。これ、はい、これ、はい、失礼します。中祀ってあるんだよね。すごいですね、作りは。はい、失礼します。ここはライトいりませんからね、きれいに。あ、ライトはつくんかね、つかないか。見てください、これすごいでしょ。一枚もんやからね、天皇陵と同じの作りでございますね。あ、中はね、1、2、3、4段かね、4段やね。すごいでしょ、コンクリートブロックで作ったぐらい綺麗やね。で、上は1枚もんでございますからね。高さが2メーター、45畳ありますかね。素晴らしいね。はい、失礼します。これで、前は小さかったんだけど、ものすごく大きくなったね。小さいの一番端にね、ちょろっと置いてあっただけだったんだけど。あらあら、願掛け不動塔でございます。ほう、5段かな、1、2、3、4、5段。すごいね、やっぱりこの先導の石なんかすごいよ。もうね、皇族の方の変わらんね。これは皇族の方じゃないっていうようなこと言われたんだけどね。まあいずれにしても政権内にいないとこんなこと作ったらね、怒られますわな。何やってんねん言ってね。すごいね、上もね1枚2枚かね。これはね、一回見るだけのね価値があります。すごいんでございます。みんな来てあるけどみんな入らへんねんな、中に。ちょっと頭がね低いんでね、頭が、ほら、ほら。これは本堂でございます。正月はね、賑わうんで大変ならしいですけど。古墳の規模としては小さいんだけど、もう石室はもう最高でございますね。どれも3、400基もあったからね、石室。そのときで最高やわ。浮見堂でございます。そしたら東古墳も見ておきましょうか、東古墳も。十二面観音さんでございます。あ、ここ書いてある、十二面観音。こちらが東古墳でございます。こちら入れないんですけどね、こっちの方がちょっと古いかな。
ちょっと中まで見えないか。ちょっと見えませんかね。やっぱり全然違いますからね。石がいっぱい積んであるわね、こっちはね。向こうはもう一枚やからね、手前は。船頭は。奥の方が見えんか。奥広いんだけどね。前はな、ここ何だったかね。前は井戸かなんかあったりするのかとかね。井戸があったみたいだけどね。あら。ほら、大きい。上は見えないか。一応ね、これで見ると両袖でございますけど、大きい使ってませんね。ちょっと様式が違うんだけどね、西区温度は。はい、ありがとうございます。ほら、よう見えましたわ、奥まで。ちょっと合格も上がってみましょうかね。はい、おお、 YouTube で発信してくれてんだよ。すごい。ほら、これはそれです。合格。うさぎさんが両方に。2023年石垣豊かな、これやってくれてんの。毎年ね、12月から1月の間ね、江戸かなんでございますね。で、これが浮き見戸。おお、いいやね、ここすごいね。水無川と二条山と、宗美山ちょっと見にくいね。ちょっとちらっと見えるか。西区は違うじゃないかと言われてるわけね。もっと古いんじゃないかって。直りましょうか。何年か前に来たけど、ここデコボコしとったんだけどね、綺麗にしてくれてんのやんかね。デコボコの道は上がってきたんやけど、その記憶が残ってますわ。それとも階段は上がらないかいで、そっちの横を、ね、上がってきたんやけどね。ここは工房大使だったからね。ほら、工房大使でございます。工房大使は行くとこ行くこといらっしゃるからね。あの嫌がってみようか。聖一権大明神と呼んだろうか、わからんな。さて、下界を眺めてみましょうか。あれ、あの山なんだろうな。この山が気になってんだけど、あの山、南やね。南にどれやろう、2、3キロ、そんな感じかな。
ありがとうございました。降りましょうか。ほら、盆栓がある。今盆栓がうるさい言うてみんなね、みんなやめはんねんで、つくのね。OK よ。あ、入られへんねよ。ほら、盆栓、珍しいよ、盆栓ね。ゴーンと。これは完全に切りましたか、ここ。ねえ、知らなんだけど。はい、ありがとうございました。西高温、東高温でございました。